今ちょっとしたブームの餃子。名古屋だけでもここ1年でおよそ20店舗も専門店がオープン。なぜブームなのか餃子の達人に聞くと、今ここに来てっていうところで言うと、やっぱりコロナ禍でご自宅でお召し上がりになる機会が増えた。あともう一つが、結構量産するための機械が作られてるんですね。へえ。それで結構量産して安く美味しいものができるようになった。幻の豚肉ほうじゅとんを使った餃子が人気の名古屋に進出を始めた大阪の人気店とは。多い日は1日に1万個も売れる無人販売所に、あの老舗も無人販売に乗り出した。達人さん直伝、家で美味しく焼く方法もお伝えします。名古屋で新店ラッシュ、おうちで激うま餃子がうなずキング。餃子の達人にお越しいただきました。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わかりやすい T シャツのこの方、焼き餃子協会の代表理事でもある小野寺さん。8年前から全国のお取り寄せ餃子を焼いて振る舞うイベントを主催。毎年およそ400種類の餃子を取り寄せ、費やすお金は月に10万円と完全な餃子中毒。美味しく焼ける人を増やしたいのがモットーなんです。そんな達人さんと最初に訪ねたのは、そのお肉がほうじとんというですね、すごい幻の豚って言われる豚を使ってる。あ、本当です。書かれてます、はい、市場に出回らない幻の豚、はい、名古屋市名東区に3月にオープンした北新地餃子屋。大阪で2017年から始まり人気を博している餃子専門店が全国制覇をすべく名古屋にやってきました。使っているのは幻の豚肉と言われるほうじゅとん、長崎県のブランド肉です。もちろんテイクアウトも OK。 焼いたものまたは生、お好きな方を選べます。こんにちは、よろしくお願いします。勢いやっぱりすごいんですか？そうですね、今3店舗目なんですけど、名古屋では。あ、まあ、全国展開を目指してます。すでに栄と岩倉市にオープン。ここが東海地方で3店目なんです。こちらの餃子のこう魅力的ポイントはどこですか？そうです、まずあんがすごいジューシーなところ。ニンニクとニラを使わず生姜を使った優しい味のあん。そしてもう一つの特徴は餃子を焼く鉄鍋に注目。南部鉄器を使った特別な餃子焼き器で、大阪のお店にもないここ名東区のお店だけの特別なもの。熱の伝わり方が均等でムラなく美味しく焼けるといいます。お待たせ。いや、待ってました。あ、美味しそうな。焼き具合どうですか？いや、もう素晴らしいですね。やっぱ南部鉄器、優しい皮っすね。ずいぶん薄めのね。そうです、うん、達人のこだわり、あんと皮をしっかり味わうため、はじめはタレをつけずにいただきます。美味しい。やっぱりこう存在感としてはその豚の旨味、甘みですね、うん、じゅわーってその豚の肉汁が溢れ出て、ほうじとん美味しいですね、うん、続いて達人さんも。豚肉の甘みがすごい出てますね、はい、でこの皮のパリパリ感もこれいいですね。ありがとうございます。美味しいです。まるで小籠包のような肉汁、ジューシーとはこのことなんでしょうね。お箸で持っているだけで肉汁がどんどん滴り落ちます。この味をさらにアップさせてくれるのが、このお店ならではのすだち酢。こういう感じで。おいしい。好きです。甘みがさらに引き立ちますね。そうですね、うん、お肉の甘みが、うん、でやっぱりお酢と違ってすっきり爽やかな餃子になりますね。はい、そうなんですよ。チーズのブームは餃子にまで。女性に受けそうなチーズ餃子に、こちらは肉厚でもっちもちの皮であんを包んだ水餃子、こちらも絶品でした。さあ続いてのお店は、
今名古屋で急激にお店が増えている餃子屋さんがあるということで、なんとね1日多い時は1万個も売れるという無人直売所。今全国的にも増えているという冷凍餃子の無人販売所。24時間営業で自分で欲しい品物を取り出し、料金箱にお金を入れるシステム。こちら監視カメラがついているのでセキュリティは問題なし。ではなぜ無人販売所が増えているのか。そのコロナ禍でお店の人たちも接触しないようなお店作りっていうのを目指していくと、こういった無人販売になる。達人さんによるともう一つ理由があって、飲食店も夜一定の時間になるともう閉まってしまうことが多いので、今時短営業、はい、ここ24時間営業なんですよ。ここ餃子の味覚はもともと静岡県で餃子を製造販売。それが去年1月、もっと多くの人に食べてもらおうと名古屋市西区に移転。その後今年になって一挙に無人店を5カ所新オープン。今合計6店舗、多い日は全部およそ1万個を売り切るという人気店。補充してますね。ちょうどそうですね。あ、こんな風になってるんですね。ものすごい売れ方なので常に補充。私たちがリポートしていても当然ですが、ご商売優先で補充作業が続きます。すいません、なんかロケして全く気にならなかったですか？大丈夫でした？ご迷惑になってないですか？ここにはどれくらい入るんですか？生餃子180袋入ります。1日で多い時ってやっぱどれくらい売れるんですか？全部売れます。全部？国産豚肉、そして国産野菜で作られた冷凍生餃子。とにかくたくさん売れるので毎日製造しています。注目は勝手に名付けたスーパーキャベツカッター。ざっくり切ったキャベツが一瞬にしてみじん切りになっていきます。この機械がなかったらもうダメですか？ダメですね。臭みを取るため豚肉だけを香辛料と合わせて一度攪拌します。その後みじん切りとなったキャベツ、ニラ、ニンニクなどを合わせてかき混ぜていきます。こうして出来上がったあんをもっちりした食感が特徴の皮で包んでいきます。ではわざわざマイフライパンを持参してくれた達人、家で美味しく焼く技をお願いします。このフライパンだけじゃないんですよね、はい、フライパンとトング、トング。餃子をつかみやすいマイトングにマイ計量カップ、さらにマイキッチンペーパーも持参してやる気満々。早速達人の技、もちもちジューシーの皮はパリパリに焼くためにフライパンは事前に温めておきます。水が沸騰したら OK。 こんなこと一回もしたことないです。美味しく餃子焼くための努力ですから。温まったら水分を取って火を消して多めの油を引いて餃子を並べていきます。この時しっかり油になじませます。で今ちょっと積み込みすぎたなと思いつつも、こうやって少し揺すると綺麗に丸くなるんですよ、はい、すごい。なんか餃子がみんなで勢ぞろいして綺麗にしましょうみたいな、ね、そう。餃子の下3分の1ぐらい浸かるように水ではなくお湯を入れます。フライパンの温度をなるべく冷まさないためなんです。中火で火をつけたら途中で蓋を開けないこと。で少しこうやってフライパン揺すると、揺するんですか？揺すったことあります？みんな、私も揺すらないですよ。だって、まあ、羽根とか作りたいから。羽根いらないですよ。羽根になんか味を取られるぐらいだったらちゃんと餃子の皮に旨味がいってほしい。焼ける音をしっかり聞いて、だんだんとパチパチと音が、あ、変わってきた、ね、聞こえてくるでしょ、はい、パチパチです。パチパチ音がしてきたらもう蓋外して大丈夫です。そんな目安なんですか？パチパチ言ったら蓋を取る、はい、皮が透明になったら火が通ったサイン。さらにフライパンを揺すって余分な水分を飛ばすと同時に、こうやって揺すると
餃子同士が動くから焼き上がった後こう餃子取るときに繋がらないんです。一つ一つ離れやすい。そして最後の仕上げは、いいんですか、はい、少し見えてきたら火止めます。それでここでお皿を押さえながら油をこう、トン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 、わーすごい、もうあのお店の餃子ですよ。そうなんです、できるんですね家で。 ご家庭でこれが簡単にできるからぜひやってほしいなと。多いと1日に1万個売れる餃子の味覚の冷凍生餃子、テフロン加工の効いたいいフライパンがあれば成功しそうです。タレやラー油も売っていますが、やはりこだわりで最初はタレをつけずにいただきます。うん、おいしい、うん、皮が本当にもちもちっとしてるのに表面がパリパリパリって。続いて達人、甘みがある、もう口の中でこの甘さ、ニンニクの甘さと香りがどんどん広がりますね。これ続いてのお店は、名古屋でも一番古い餃子屋さんと言われているエイライシャンさんにやってまいりました。名古屋の老舗中華料理店エイライシャン、創業は1955年、名古屋で初めて焼き餃子を提供したと言われています。牛と豚の合いびき肉にキャベツ、ニラ、玉ねぎのあん、かなり濃いめの味付けとなっています。皮にも大きな特徴がありまして、名古屋といえばね、ちょっと薄皮の餃子なんですけど、ここもやっぱり薄皮で、そう、とにかく皮が薄いのが特徴。そんなエイライシャンが、でここがもう老舗なのに新しい取り組みで無人販売も始めたらしいんです。あ、エイライシャンももう始めたんですか。らしいです。4月に名古屋市昭和区の住宅街に無人販売所を設置。ものすごい勢いで売れていると聞きますが、せっかくなのでまずは栄のお店で焼きたてをいただきました。お待たせいたしました、どうぞ。わー、おいしそう。この小粒な感じがね、名古屋ってこのサイズが多いですよね。そうですね、はい、真ん中に春雨が乗るのはエイライシャンならでは。ではいただきます。うん、おいしいです。ありがとうございます。皮がパリッパリで、はいはい、あんが優しいですね。ジューシーでしょ。ジューシーです。はい、薄皮の餃子を冷凍にするのは難しいと言われていますが、エイライシャンではそれに成功。売れ行きがものすごくて、開店してからですね40日間ぐらい経ちます。だいたい8000セットですね。お、1セットって何個入りなんですか。40個です。40個が8000セット、はい、すごい。では改めて無人販売専門店へ。システムは他のお店と同じです。自分で取り出して料金箱にお金を入れます。全国的に無人販売どんどん増えていて、ただこう老舗が無人販売に出てくるっていうのはかなりね珍しいタイプだと思います。お店で出してる味と無人販売の味が違うじゃないかってなっちゃうと、やっぱりお客様は悲しむ方も多いと思うんですけど、それを同じ味に揃えていくのが一番大変だと思います。ではエイライシャンの冷凍餃子の上手な焼き方は、皮がかなり薄いのでお湯は少なめでいいと達人の技。やはり揺すって、もう蓋を外します。おー、薄皮なんでちゃんとあんの中が透けてフォトジェニックですね。そうですね、いや美味しそう。さあ、はい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 、どうか。わー、すごい、いい感じ。さすが達人、見た目はお店のように焼けました。で、その味は、お店の味です。本当ですか、うん、あ、美味しい。焼き方が素晴らしい。もうお店と遜色ないですね、これは。ないんですよ、これは。